ガチャガチャを3回やってきたから開けてみるよ。今回のガチャガチャはこちら、ドラゴンボールのアルティメットグレード07。ちょうど一昨日から発売になったガチャガチャだよ。じゃあ開けてみるね。よいしょ。お、これは悟空だね。今回のはこっちのオレンジ色のスーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人の孫悟空バージョンだね。早速開けて組み立ててみるよ。下半身と悟空の上半身だね。じゃあ組み立てるよ。まずは上半身と下半身を合体させて、あ、反ってるね。結構反ってるね、これ。かっこいい。帯が浮いててとってもかっこいいね。めっちゃリアル。立体感がとってもあって、かっこいい。よし、じゃあ台座乗せちゃうよ。1個目はスーパーサイヤ人ゴッドの孫悟空ノーマルタイプだね。こっちが出たよ。で、2個目は中身は何かな。あれ、オレンジ色、もしかしてこれ一緒だね。2個目もこっちのサイヤ人ゴッドの、スーパーサイヤ人ゴッドの孫悟空海王拳バージョンだともうちょっと赤いから違うね。で、こちら3回やった3つ目、あれ、今度は髪が金色ってことはトランクスかぶっちゃったね。ちょうどこの間動画を開けたんだけど、トランクスこっちだったね。で、これも回してみようかな。